気になるとみんなに注意でもするように走ってきて、幽霊みたいな悲鳴を上げながら振り過ぎて行くんだよ。何のこと話してるんだい？幽霊機関車さ、機関士がね、昨夜見たんだって。どう皇帝さん？トーマスとトビーが聞いた。わからないけど、考えただけで震えちゃうよ。まったく臆病だな。僕はちっとも怖くないね。パーシーが言うと、機関士が笑った。ホークだってそうだ。あれはただの作り話だもん。パーシーはがっかりした。その夜、パーシーは港からの帰りだった。頼り慣れた道なので、暗闇でもどこを走っているのか。もうすぐガラス農場の踏切だな。さあ、グズグズしていられないぞ。パーシーは夜走るのが好きだった。レールは部分になり、信号は緑色に光っていた。けれど、前方に石灰を積んだ荷車がひっくり返っていた。荷車を引いていた農夫は助けを呼びに行って、そこには誰もいなかった。荷車は木っ端みじんに壊れた。辺り一面、石灰だらけになってしまった。パーシーは慌てて近くの信号所に駆け込んだ。機関士が信号士に事故のことを説明した。わかった、現場に行ってみるよ。でも君はパーシーをきれいにしてやるよ。まるで幽霊みたいに見えるぜ。パーシーはクスクス笑った。そうだ、幽霊のふりをしてトーマスを驚かせてやろうと。僕のことを臆病者って言った仕返しをしてやるんだ。トビーも手伝ってくれることになった。トーマスは夜の出発に備えてオイルを点検していた。パーシーが事故に遭ったよ。トビーが叫んだ。情けない奴だ。参ったな、僕の出発が遅れちゃうじゃないか。今線路の片付けをしてるんだけど、何か変なものが。早く話せよ、僕はグズグズしてられないんだ。変なものを見たんだよ。パーシーの幽霊みたいだった。こっちの方に向かってきてるみたいだよ。誰が信じるもんか。怖がるなよトビー、僕がついてるからさ。入れてくれ、入れてくれよ。パーシーはすすり泣いた。入れてくれよ。ダメダメ、煙突の煙じゃあるまいし。入れてくれないなら扉を壊して入っていくぞ。みんなもトーマスが本当に幽霊に会ったと思ってるよ。